リーダー。目標を見つけました。りょうちゃん待ってよ。マジで行っちゃうのかよ。俺りょうちゃんがいなくなったら、りょうちゃんがいなくなったら。大地、見てみろ、このでっかい海。この海はどこにでもつながってる。俺たちはいつでも会える。奈良県は、え、あ、埼玉も海に面してないから会えないじゃん。行くのは東京だから。あれだな、空だな。この空はどこにでもつながってるっていうのがしっくりくるよな。ああ、そういうとこも好きだよ、りょうちゃん。もうやめとけ。今度はお前がお兄ちゃんになる番なんだから。無理だよ、俺は永遠にりょうちゃんの弟だよ。行かないで。俺らみたいな人間は地元でそれなりの仕事に就くのが身の丈に合ってるよ。大地、俺はお前らのそういう考えを変えたくて東京に行くの。人は何にだってなれるんだって。俺絶対総理大臣になって帰ってくるから。わかった。あの、じゃあ最後にさ、りょうちゃんの匂いするもんちょうだい。は？ほら。くせえ！じゃあな。すいません、戻りました。トイレ近くねえか？ちょっと緊張してんすかね。帰ってもいいんだぞ、ここからは俺一人でさ。いや、行きます。大ちゃん愛想ないから心配だし。
大ちゃんじゃなくてリーダーでしたね。まあ、勝手にしろ。ちょっと待ってよ。この歌はこの施設の効果みたいなものです。朝食後の午前9時と就寝前の午後9時に流れます。覚えて歌えるようになってくださいね。夜も歌うんですか？はい、夜の効果は一味違うんですよ。先輩、おお、あれは野村海生大臣、ここの施設の名誉顧問、もともとここの発起人でもあってね。悪趣味だな。え、何？あの、うん、この部屋は何をする部屋なんですか？ここがメインフロアです。ディペンデントの皆さんの共有スペース。ディペンデント？ああ、ディペンデントっていうのは日本語で依存症っていう意味。この施設では依存症の人たちのことをまとめてディペンデントと呼ぶようにしてるんです。じゃあ先輩も？今日からディペンデントということになりますね。一足の電源奥にして周りの景色を見てごらん。じゃあ俺が。今ちょうどセミナー始まりますよ。今日木の上でカブトムシとクワガタが戦っている場面に出くわしたんです。ああ、見ました見ました。あの人は川崎さん、もともとギャンブル依存ね。へえ、都会から離れるとこんな自然の戦いが普通に見られるんだって驚いてたんですけど、それ以上に驚いたのが自分に対してです。目の前で戦い事が始まると必ず賭け事を始めていた自分が純粋に虫たちの生存競争を応援していたんです。カブトムシ頑張れ、クワガタ頑張れ、どっちも頑張れ、生きよう、生きて命を燃やし尽くせって。それって裏返すと自分へのエールだったのかもしれないですね。そうだね、その思いが通じたのかな。戦いの途中でカブトとクワガタが前足をガッ。川崎さん、川崎さんと握り合って握手だね。握手して一緒に空に飛んでったんだ。で、気がついたら頬を大粒の涙が伝ってて、あ、俺今生きてるんだって。以上です。生きてます。川崎さんは生きてますよ。次、私いいですか？どうぞどうぞ。今朝表の家庭菜園にトマトが実ったんです。光代さんは主婦。ざっくり言うと買い物依存症。買い物依存症？かじったトマトはね、今まで食べたことのないくらいの自然な味がして、お金で買ったものじゃなくて自分の手でゼロから生み出すことに価値があるんだなって気づいたら、頬を大粒の涙が伝わってました。わかるわかるよ。今なら言えます。私変わり始めてます。以上です。ここを出られるのも時間の問題かも。先輩も治るといいですね。ああ、簡単なことではありません。そもそも依存症を治す特効薬なんてものはないんです。依存している対象から離れた生活を送る中で自分で向き合うしかない。僕たち添え木登りスタッフはディペンデントの自立を支える、まさに添え木なんです。広沢さん。ああ、ごめんなさい。大丈夫です。みんなちょっといい？新人さん紹介させて。
こちらが今日から入ることになった新人の。早く言えよクソが。え？ごめんなさい。名前を。はい先輩。荒木大地です。よろしくよろしく。そちらは？僕は付き添いで来ました後輩の飯田と言います。ということなので皆さん仲良く。ちょっと出てきまーす。クソ負けた。じゃあいくらでしたっけ？一人2000円。待って、審議審議。まだ確定じゃないでしょ。念のため確認させて。アサテック。なんすか？先輩。いや急に来たから。あの。今のは本当に男かどうか確かめたくて。え、かけてたんです。新人ディペンデントが男か女か。また川崎さん一人負け。合計ね、杉浦君29,000円、戸間城君28,000円、私39,000円、川崎さんマイナス96,000円。そんなにいってんの？今朝のカブトムシクワガタバトルの分も入ってますから。そっか。ああ許容範囲許容範囲。まず逆転可能だわ。次飯田君が寝るときジャージ派かパジャマ派かかけよう。まだ言わないで。一口6,000円。ジャージ派で。ジャージ派。じゃあ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 パジャマ派。はい正解はどっち？あ、ジャージャーです。かけた。弱っ。弱えんじゃねえの。倍率低い方にはかけない主義なんだよ。川崎さんマイナス102,000円。うわ10万超え。あの皆さん何してるんですか？見りゃわかんだろ。かけかけかけ。ギャンブルギャンブル。さっき克服できそうとか言ってませんでしたっけ？するわけねえじゃん。20年以上ハマってんだよ。何週間かでやめられるわけねえから。あ、さっきのヒロさんには内緒な。クズだな。何？いえ、何でもありません。ダメですよ。ただ俺から言わせると、こんなのギャンブルのうちに入んねえ。全然満たされねえ。頭を使った緻密なギャンブルやってなんぼだから。緻密なギャンブルというと？協定。協定？そう、協定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 。ハマりすぎて会社のお金を横領したんですよね。そう、でもすぐ返したの。いくらぐらいですか？120万。な、でもすぐ返したの。未遂未遂。犯罪者なんですよね。ちげえよ。会社から訴えられてないし、その代わり会社から施設で更生してこいって話になってよ。会社から？光代さんは旦那さんからだよね。もう言わないでくださいよ。カルメラって知ってる？フリマアプリの。カルメラで家にあるもの全部売り尽くして、最終的に子供のランドセルまで売りに出しちゃって、それが旦那さんに見つかったんですよね。なんて言うの、もう。いや、それも未遂なの。いや、一旦売りには出したんだけど、もう他の会員からクレームが入っても大炎上。まあ、あの時はどうかしてたの。むしろ私がハマったのは正通り。正通り？フリマアプリ内での転売のこと。一旦安く買ったものを別のユーザーに高く売って利益を得る方法。こう見えてね、私なりの交渉テクニックがあってね。そうそう、さっきも家庭菜園で取れたトマト150円で売ろうとしたもんな。それも内緒。私はね、川崎さんと違ってこの施設でしっかり構成しようと思ってるの。あ、そうなんですね。あ、じゃあ僕そろそろ行きます。あの広沢さんとも話あるので。はーい。先輩ちょっと、先輩もっと感じよくしないと。別によくねえか。すぐだし、少しは心開いてもらわないと。確認もあるし。分かったよ。じゃあ皆さん、先輩のことよろしくお願いします。はい、失礼します。はい、いい子ね。先輩のためにわざわざここまで。まあそうですね。それより話の途中でしたよね。ん、杉浦さんはどうしてここに？杉浦君でいいよ。俺多分年下でしょ。いくつ？18。へえ、そうなんだ。見えない？いや見える見える。え、何の依存で？スマホ依存。まあスマホゲームね。スマホゲーム依存。自慢じゃないけど、ゲーム課金に親父の金1000万近く使っちゃって。1000万？そう、俺の横領の100倍やべえだろ。厳密に言うと約 8.3 倍ですけど。細かく計算しないで。まあ俺の場合は身内だし、親父も最初はバンバン使えよってスタンスだったし、まあさすがに1000万は予想外だったみたいで、ここにぶち込まれたってわけ。家お金持ちなんだ杉浦君ね。有名人の息子さんなのよね。それはマジでオフレコなんで。私のランドセルの下りだってオフレコだったから。っていうか大地君は何の依存でここに？ああ、俺もスマホ依存で。ゲームやる？まあそこそこ。俺の戦やってない？あ、名前だけは聞いたことあるかな。戦国系の戦術ゲームだよね。そうそうそう、あれのノーム521って俺なんですよ。
知らないっすか？誰も知らねえよ。いやいやいや、オレイクユーザーの中ではレジェンドですから。プレイヤー300万人のトップになったこともあるんで、1万人のユーザー率いて他国との戦争を起こしたこともあるし。それって課金してたからじゃないの？それもそうなんですけど、俺が編み出した戦術があって、普通だと重装備の足軽を前線に置くのがセオリーなんですけど、はい、あえて回復系の補給隊を前に押し出して、敵兵ががっつりそっちを攻めて時間を食ってる間に拠点を撃破するっていう革命的な戦術で、俺のアカウント名ノーム521からノームの陣って名前も付けられたんすよ。すげえ聞いてる。ゲームの話してる杉浦君怖いから。そのノームっていうアカウント名はなんで？食いつくとこそこじゃないでしょ。え、でもなんで？名字から杉浦なのに当時の名字です。つうかそこはいいでしょ。あ、トマシノさんが何の依存か聞きました。あ、いや、まだ。さっきから何やってるんですか？これはフェイスアップです。お客様が見やすいよう商品を正面に向ける作業です。いや、全然意味が。トマシノさんはこの空間にコンビニエンスストアを作り上げて、教官がいない間はこうやってエアコンミニバイトしてるんですよ。エアコンミニバイト？セミナー中もいろいろやってたでしょ。あれは何してたんだっけ？エアハッチュと、たまにエアトングで肉まん取ってくるくる。ああ、やってましたね。え、トマシノさんってコンビニバイト依存？コンビニバイト依存、うん、仕事依存の一種だな。コンビニのバイトでハマっちゃって、勤務時間以外でもバイトしたくてしたくてたまらなくなっちゃうんだってさ。そんな依存が、うん、あ、いらっしゃいませーって。あ、もう騙された。今のいらっしゃいますすごいだろ。本当に誰か来たって思わなかった？はい、振り返っちゃいました。いらっしゃいますよ、接客の基本ですから。そもそもコンビニバイト依存なんて直す必要あるって思ったでしょ。確かに、仕事頑張ってるってことですもんね。そうそう、店からめちゃくちゃ重宝されてたんだろ？ええ、問題はバイトリーダーに昇格してからですね。後輩にも自分レベルの完璧な接客を求めるようになって、それが厳しすぎてみんな辞めちゃって。周辺住民の間ではあそこのコンビニブラックだって噂が立ったらしいわよ。コンビニバイトでブラックとか最悪だよね。あとシフトも決められるようになったんで、自分のシフトを72時間連勤とかにしちゃって。72時間最高だったな。40時間過ぎたあたりからだんだんコンビニと同化してるって感覚になってくるんですよ。お客様が欲しいものが手に取る前に分かるようになったり。覚醒だね、覚醒。60時間過ぎたあたりから弁当が喋り出すんです。俺痛み始めそうだよ、早く売れよって。70時間過ぎたあたりからもう記憶がないんです。気づいたら入れ替えたばっかりのおでんの汁に顔面突っ込んだ状態で気絶してたんです。大丈夫だったんですかそれ？まあ軽いやけどは負いましたけど、でもそれ以上に自分がコンビニ店員として成長できたことが嬉しかったな。つみれの気持ちも少しだけ分かったし。つみれの気持ち。まあ結局それが労働局にバレて店も処分食らうことになって。店も大迷惑だよな。その時の職員さんから勧められてここに。そうそう、トマシノさんのエアコンミニバイト、たくさんバリエーションあって面白いですよ。クイズするクイズ、当たったら1000円やるよ。いや、そういうのはね。やろうよーね。トマシノ君、問題問題。じゃあ行きますよ。ハッピレスマート南船橋店、バイトリーダートマシノセイヤがお送りするコンビニクイズ。第1問、僕は何をやってるでしょうか。バレエ？コンビニにそんな動きあります？品出し品出し。トマシノ君、正解正解。正解はおでんのつゆを補充しながら右足でレンジの蓋を閉めて1分20秒加熱でした。どういう状態ですか？つま先で小刻みにボタンを押してるのがポイントです。はい、1000円な。俺も払うんですか？このようにリスクなしで1000円もらえるギャンブルなんかねえんだよ。いや、ギャンブルしたつもりなかったですし。三島さん、今の1000円覚えといて。はーい、じゃあ次の問題いきましょう。じゃあ第2問、僕は何をやってるでしょうか。バスケですよね。はいはいはい、バスケですよね。もうわかんない。はい、品出し品出し。品出しに頼るなよ。トマシノ君、正解は？正解はスタンドイッチの賞味期限確認からのバーコードリーダーで廃棄処理してからの一旦中身を潰してバイトが持ち帰らないようにしてからのゴミ箱へポイス。いや、絶対わかりませんよ。なんなら最後バスケに寄せてたでしょ。いらっしゃいませって。やめてください、それ。はい、1000円な。ずるいな。いや、もっと簡単なやつにしてくださいよ。じゃあ次次。
はい。え、終わり？え、バイト前に身だしなみを整えている。正解は昼時のピーク後、夕方に向けて唐揚げを揚げているでした。いや、どういう気持ちの顔ですか。あっつ、油飛んだ。あっつ。あ、そうだ、荒木くんもゲームできなくて辛い時は戸間篠さんを使うといいかも。使う？うん、ゲーム感覚で操作できるから。こんな感じ。唐揚げ、はい、唐揚げ、はい、肉まん、はい、公共料金、はい、お客さん、あ、いらっしゃいませ。唐揚げ、はい、公共料金、はい、宅急便、はい、トイレどこからのお客さん。トイレはあちらになります。あ、いらっしゃいませ。早っ。ゲームのキャラみたいでしょ。あの、ちょっと気づいちゃったんですけど。なになに？ここにいる人って誰も依存症を克服できてないんですか？あ、気づいちゃいました？それ当たり前だろ。こんなところで誰も本気で更生しようなんて思ってねえもん。え？ノウハウもねえし、基本親のことほったらかしな。さっき言った職員の広沢、あいつも依存症だから。は？気づかなかった？一瞬ヤバい感じになってたの。こんな顔してタバコ切れるとやべえんだよあいつ。今も吸いに行ってるから。タバコ依存症ってことですか？にしてもスパン短くなってない？前は2時間ぐらい我慢できてたのに1時間おきに行ってるし。そもそも添え木の森なんてネーミング、いかにも官僚の天下り先じゃ。この建物も厚労省と建設会社が癒着してできたって話だぞ。ふん。荒木くんって口固い？まあ。話すのかあれ。下手に騒がれるよ。協力してもらった方がいいでしょ。無理に巻き込まないであげなさいよ。大丈夫だから。俺たちね、今晩脱出する予定なの。脱出？ええ、彼がいい作戦を考えてくれたんです。まあ3万人の敵に囲まれた小牧城から5人で脱出した経験もあるんでね。よっ、レジェンド。いや、それってゲームの話じゃん。それがなかなか緻密な作戦なんですよ。いや、周り結構海ですよ。どうやって？こう見えてもともと江戸橋カメラ修理センターで腕を振ってたんだ。で、この建物にあったいらないもので簡易的なボートをこしらえた。いや、それ連れ戻されたりしないんですか？そん時や、そん時だ。俺は最悪、明日の総理大臣カップに参加できれば満足。俺も環境の意味満喫に行ければそれで。指揮下の1万人がレジェンドの帰還を待ってるんだ。僕もコンビニさえあれば勝手に客のふりして陳列とか行ってるんで。そのためだけに脱出？この人たちだけね。私はそこまでしたくないから。お前も行くか。もう一人ぐらいなら乗れるぞ。いや、僕は大丈夫です。残ったところでろくなことねえぞ。どうせ連れ戻されるだけでしょ。私たちと一緒に残ろう。私たち？あ、奥にもう一人いるの。そうそう、依存が重度だから隔離されてて。へえ、奥があるんだ。今は鍵かかってるわよ。近づかない方がいいと思うぞ、特に君みたいなタイプは。ちなみにその人は何の依存なんですか？え、っていうか荒木くん、なんでスマホ持ってんの？何を？いや、今いじってたでしょ。いいえ、施設内はスマホ現金よ。入るとき没収されなかった？いや、されました、されました。だから持ってないです。いや、スマホ依存の俺には分かる。微弱だけど電波を感じる。そんなわけないでしょ。 6S だ。機種まで。ヒロさんには言わないからお願い貸して。だからないって。協定の結果見るだけだから。出品した商品をチェックしたいの。あ、もう手が戦いたがってる。いや、もう落ち着いて。こちら80ですね。三重県だと明日の昼以降の発送になります。一人めっちゃ高いだ。貸して。だからないって。貸して。いや、だから貸せない。いや、人変わりすぎですよ。交渉しましょう。しません。囲め。強いぞこいつ。核翼の陣で行きましょう。前線に川崎さん、右翼に俺、左翼に水野さん。はい、じゃあ僕はストックでジュース補充してきます。待て、ほら、待て。もう分かりました、渡しますから。すげえ、俺スマホじゃない。はめやがったな。あ、やっぱ持ってんじゃん。くそ。もう落ち着け。ちょっと、もう助けろ。あ、ヒロさんさん、ヒロさんさん。すいません、今のは大地くんとじゃれてただけで。え、おお、ヒロさん、皆さん、おとなしくしてくださいね。この施設は俺たちが占拠しました。俺たちって？俺とここにいるリーダー。はい、リーダーです。マジかよ。そんなことより早くスマホ貸して。今それどころじゃないでしょ。言うこと聞かないとこの人死にますよ。みんなおとなしくしようね。分かったらこっち集まってもらいます。はい、早く行け。はい、行け。はい、お前もだ。はい、いらっしゃいませ。マシロ君、今防犯用のカラーボールを。あ、集まって、こっち来い。この建物こついから結構ビビったけど余裕でしたね。つうか、もっと早く来てほしかったわ。こいつらの相手すんのマジでめんどかったし。え、でもそのおかげで特定できたんですよね。ああ、こいつこいつ
君は野村雄星君。いや、僕は杉浦ですけど。しらばっくれても無駄。言ってたじゃん、ゲーム内ではノーム521なんでしょ。野村だから。年齢も18でぴったり合うし。言ってましたよね、有名人の息子だって。でも誰かは知らないの。誰なの。こいつの父親は野村海生、現厚労省大臣のね。野村厚生労働大臣に黄色信号です。1日、東京築地の料亭で山岸派のメンバーが若松元防衛大臣と極秘に会談を行った模様です。野村厚生労働大臣優勢と見られていた総裁選ですが、追いつかれましたね。申し訳ありません、山岸派の若手が数名流れました。過去の不正献金を気にしての動きかと。いつまでその話を。このまま行くとだいぶ接戦になりそうです。誰だ。高野です、よろしいですか。入れ。失礼します。大臣はあまり時間がない、手短に頼む。先ほど厚労省の代表メールボックスに大臣宛てのメールが。メール？その程度のことをわざわざ。それが気になる動画が添付されておりまして。野村大臣、こんにちは。私は今あなたのご子息と一緒にいます。あ、俺に息子なんていないとかはなしですよ。公表してないみたいですけど、この前いただいたデータに息子さんの情報入ってたんで、一応本人かどうか確認します。はい、喋って。何を。お父さん助けてでも捕まってますでも何でもいいから。はい、雄星です、久しぶりです。本人だって分かりましたよね。単刀直入に言います、今から彼を殺します。ちょっと。それが嫌だったら大臣一人で添え木の森に来てください。知ってますよね、あなたが建てた施設だし。八重樫亮さんのことでいろいろと聞きたいことがあるんです。あなたみたいな人間を総理大臣にはさせられませんから。タイムリミットは8時間。警察とかに行ったらダメですよ、本当にすぐ殺しちゃうから。バイバイ。総裁選を控えた今、いたずらも多いのですが、念のため。本物です。え、間違いありません、私の息子の雄星です。すぐに警察を。いえ、今晩の石井幹事長との会食はキャンセルしてください。よろしいんですか、総裁選の結果を左右する。息子の命がかかっています。添え木の森に向かいます。大臣自らですか、それは危険すぎます。このことは誰にも話さないようにお願いします。かしこまりました。雄星。ね、大地くん、何なのこれ。悪い冗談。目的は何。さっき言ってた八重樫亮って確か不正献金で捕まった人だよね。知り合いなの。黙らせろ。はい。おい、お前やって。大地くん聞いて、大事な話があるの。あなたを説得するつもりはない、命乞いもしないわ。私があなたに言いたいのはただ一つだけ、早くスマホを貸して。すごいだろ、この状況でスマホだよ。依存症終わってるでしょ。三代さんマジですか。言っときますけど、この人たちみんな依存から抜け出せてないですから。そんな。しかもレース三田さんに脱出しようとしてたんですよね。言うなよ。皆さんどうして。うるせえな。お前もタバコ依存のくせに。お願い、スマホ貸して。頼むよ、1分だけでいいんだよ。俺も約束します。課金にしないから。発想思いますか。いらっしゃいませ。なんだよ、紛らわしいな。リーダー、確かメールではもう一人いるって。あ、そう。奥にいるんでしょ、重度のディペンデントが。ほっといた方がいいと思うぞ、鍵なんか出てこれないし。大地くん、見てきて。はい。もういいだけ。やめた方がいいよ。やめた、やめた、本当にやめた。待って、おい、奥にいるのって何の依存。交渉しましょう、教えたらスマホ貸して。まだ言ってんの。いてて、いてー。どうした。痛い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 女。いきなりナイフ向けるとか、あんたバカ。レディーに向けていいのは愛情と情熱だけって学校で習わなかった。あんたが言うこと聞かねえからだろ。やめとけ、女に手を挙げるな。え、はぁ、なにそれ。トン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 、女の子をかばったからってそう簡単に好きになると思ったら大間違いだった。
で、名前なんて言うの？彼は大地くんよ。変な名前だー。大地。あ？なんでもない。まったな。待て待て待て、勝手に出て行くな。始まったな。始まった。こっち来いって。何またあんた、しつこい男は嫌われるって学校で習わなかった？お前が勝手な行動を取るから。お前今お前って言った。女の子にお前とか言っていいと思ってんの？言っとくけど、私にお前って言っていいのは私が好きになった人だけだから、たまには呼んでもいいよお前って。女の子にそこまで言わせるな、タクヤのバカ。いや、俺タクヤじゃないけど。ミレイちゃんは見ての通り恋愛依存。恋愛依存、あとトレンディドラマ依存も併発してる。大地ごめんね、今の私の目にはあなたが映ってない。あの頃みたいな瞳で見つめないでよ。またあなたのこと好きになっちゃう。連れてけ。はい。お前もうこっち来い。もう離して。こっち来い。離して。あ、行く。お、大丈夫か？え、大丈夫です。俺にはチャカチャンなしかい。チャカチャン。もう何なんだよあれ。全てが終わるまでは隔離してた方がいいですね。ああ。ねえ大地くん、この状態っていつまで続くの？あの、それなんですよ。俺らのこと解放してくれない？人質として必要なの杉浦君だけでしょ。え、彼以外関係ないし。あ、そうよ、逆にお邪魔になっちゃうし。潮の流れ的にも今日脱出しないと。俺置いていくんですか？このままだと間に合わないんだよ、総理大臣カップ。作戦考えたの俺なのに。君たちのやろうとしていることは絶対邪魔しない。誰にも言わないし。信用できない。なんで？あんたらクズだから。は？依存してる者のためなら平気で嘘つくし裏切るでしょ。嘘はつくけど人を裏切ったことはねえ。今裏切ってたじゃん。会社のお金を横領してるし。認めた方がいいですよ。何かに依存しないと生きていけない人間なんてろくでもないクズだって。クズクズうるせえな。誰も迷惑かけてねえからいいだろ。かけてんでしょ。更生する気もないあんたらのために税金が使われてるんですよ。自覚した方がいい。なんだ偉そうに。お前らだって八重樫陽の仲間なんだろ。あ、犯罪者の仲間が偉そうに説教垂れんなっつんだよ。りょうちゃんは犯罪者じゃねえ。お前なんかと一緒にするんだ。だから俺だって犯罪者じゃねえっつってんだろ。リーダー口も塞いどけ。こいつは喋らすな。はい。うーっとたた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 おー、ごめんなさい。あの、タバコもらえませんか？は？口に加えさせてもらうだけでいいので。我慢しろ。お願いします。ゆうたさん、どれくらいタバコ吸ってないの？吸おうとしたらナイフで脅されたんで、もうすぐ2時間。まずいまずい、あげた方がいい。は？見て見て、もうやばいでしょ。早く早く、タバコ吸わないと別人になっちゃう。知らねえよ、我慢しろって。おい、何した？いいな、かかりつけろ。どこ？スイッチどこ？お前ら絶対動くなよ。だから言ったでしょ、別人になるって。本当に別人じゃねえか。タバコ、タバコ、うわ、化け物かよ。おい、おい、おとなしくしろ。うわ、これタバコ吸う。嘘だろ、なんだよこれ。
出しろ。パニック状態を解けるのはタバコだけだ。タバコだ。どこだよタバコ。タバコどこだ。おい来んな、おい来んなって。扉突き破った。キャー化け物。タバコよこせ。ちょっとあんた、レディーには優しくしろって学校で習わなかった？レディーには優しく。そう、レディーには優しく。レディーには優しく。そう、よくできました。あれ、あなたよく見ると優しい目をしているのね。美女と野獣みたいなの始まってる。よく見ると優しい目をしているのね。あ、蝶々さん。レディーには。おい、タバコはどこにあんだよ。レジカウンター後ろにございます。番号でおっしゃってください。ふざけてる場合じゃねえんだ。ここだ。タバコなら確か教えちゃダメ。交渉しましょう。あ、タバコの場所を教えるから私たちを解放して。そこまでできるか。このままじゃ目的を果たせないまま全滅よ。わかった、あんた一人だけなら。それじゃダメ、広沢さん以外の4人で。ダメだ、こいつだけは解放できない。つまり3人なら OK ってことね。いいわ、交渉成立。交渉うま。フリマアプリで交渉してるから。ほら早く教えろ。待って、タバコにはライターも必要よね。は、ライターも込みじゃねえのかよ。交渉しましょう。完全に道夫さんのターンだ。ライターの場所を教えるから解放した後スマホ使ってもいい？は、広沢さん、タバコこっちにあるわよ。やめろ。分かった、俺たちが監視している間だけなら。交渉成立、縄をほどいてくれたら持ってくる。しろ。ありがとう。広沢さん、いろんな部屋に置きタバコしてるのよね。広沢さん、タバコこっちにあるわよ。タバコ、タバコこっちにあるわよ。ありがとう。これで OK、 残りの2人も解放して。交渉してる道夫さんも別人だな。当初次期総裁確実と言われていた野村氏ですが、山岸派の議員が離れることになれば、野村厚生労働大臣支持を明言している派閥を足しても国会議員。あとどれぐらいですか。30分ぐらいで上陸できるかと。土橋さんは直接現地に向かうということでした。それにしても添え木の森に立てこもるなんて。おっしゃる通りです。ねえ、そろそろ返して。待って、あと1分で5000円の利益出るんだから。1分で5000円。今カルメラで背取りしてんの。ちょっと見てみな。ねえ、はい、なんであの3人は解放されてんの。え、全部ハルクのおかげだよ。ありがとな。ハルクって何ですか。覚えてないんだ。水野さん、そうそう、俺にも貸してくれよ。待ちなさいって。で、ほら、こうやって安く買ったものを他の人に高く売ると、今の数秒で300円の利益。すげえ。月によっては100万近く稼いだことだってあるんだから。100万っすか。そのおかげで今カルメラでプラチナ会員のさらに上、サファイア会員なの。なんすかそれ。サファイアは日本で10人しかいないの。特典として日本全国2次会内で無料で配送してくれるのよ。え、それってここでもですか。30センチ四方に収まって重さも3キロ以内なら。コンタクト用の目薬頼んでくれません。いいわよ。忘れちゃって目パッサパサなんすよ。その代わり交渉しましょう。え、二人がなんでこんなことしてるのか教えて。いやそれはだって飯田君悪い人に見えない。こんな犯罪するような人には。マジっすか。でもそれ言ったら大ちゃん、いやリーダーも悪い人じゃないですよ。あいつは悪いやつだろ。人見下し、目の奥が濁りまくってる。目の濁り具合では川崎さんの方が上だと思いますけど。うるせえな。
見張り問題。そろそろ来る頃だから警戒を怠るな。はい。そろそろタバコもらえませんか。は？まだ1時間も経ってねえだろ。縛られてるとストレスが。いいだ、こいつも連れてけ。いいだ。痛くしょうがねえな。立て。ありがとうございます。皆さん、そろそろ逃げた方がいいかもしれません。なんで？全員殺されるかも。二人はきっと殺さないわ。いや、そうじゃなくて。おい、飯田がいない。あんたらあいつに何かしたか。別に、背取りのやり方だけ教えただけよ。もしもし、野村海生です。今島に到着しました。息子は無事ですか？ああ、添木の森の正面入り口に来い。一人で。それはできません。人質の命が惜しければ言うことを聞け。聞けません。おい、こいつマジで殺すぞ。はい、殺してください。あ、ほら、今すぐ殺してみてくださいよ。お前何言ってんだよ。どうしました？殺す気ないんですか？期待外れだな。は？まだ気づかないんですか？君はここに導かれてきたんですよ、荒木大地君。え？私のことをいろいろと探っていたみたいですが、その時にあえて君に息子の情報をつかませたんです。どうして？総理大臣になる人間にとってはあんな息子イメージダウンでしかないんですよ。むしろ総裁選直前に息子がテロリストに殺されてしまう大臣には世間が同情してくれますからね。お前マジか。殺す気がないのならもう一つのパターンでいきましょう。は？戦闘を開始してください。張り切ってどうぞ。先日はどうも。お邪魔します。いいだ、助けに来た。この子全然強くないよ。ウォーミングアップにもならなかったんだ。やめろ。君たちは何？下っ端。次は誰が相手？いや、私たちは人質です。じゃあもう全滅か。この程度の戦力で海星さんに喧嘩売るなんて君たち正気ですか？本当助かりました、ありがとうございます。ごめんなさいね、目撃者も人質も全員消せって言われているので。俺らのことも見ましたよね、今の状況。見てないです。私もですか？全員です。ここの職員なんです。全員です。結構いいやつなんです。だから全員だって言ってるだろ。テロリストに施設占拠されて、その流れで人質全員殺されたってパターンを大臣はお望みなの。誰かが生き残ってちゃまずいわけ。わかる？何ですかそれ。決めていいよ。どこに指ぶっ刺す？頭蓋骨も柔らかいとこならいけるよ。やめて、やめてください。立派なお父さんがいて、それだけで勝ち組になれるのに棒に振った君が悪い。ここでオッケー。見けんね。行くよ。やめてよ。だからハルクって何なんですか。あい、あい、やあい、パパ、これいつの間に。あい、あい、はいはいはい、タバコ。私のタバコ。どんだけ持ってんだよ。使えねえな。やめて、やめましょう。おい、お前ら見ろ。なんでこのボタンを押せば島ごと吹っ飛ぶ。爆弾。本気？ああ本気だよ。死にたくなければ出てけ。冷めるんだよね、そういうの。早く出てけ。わかったよ。また来るよ。総裁選についての速報です。
野村厚生労働大臣支持を表明していた山岸派ですが、一連の報道により民意を受け、山岸派の若手議員数名が若松元防衛長官支持派に回る模様です。これにより総裁選はより激戦となり、失敗ですか。申し訳ありません、爆弾までは想定外で。島ごと吹き飛んでくれたらよかったんですけどね。私たち死んじゃうでしょ。冗談きついよ。冗談ではありませんよ。え、敵の戦力は想定通り、荒木大地、飯田和臣の2人、爆弾を所有していたとしても制圧は難しくありません。もう高野に手配させましたけどね。手配というのは？防衛長官に大きな貸しがありましてね、100人近くの特殊部隊を呼んでもらいましたよ。超怖え。何だったんだよあいつら。第一秘書の池山と親父を抱えの暗殺者土橋です。暗殺者、そんなやつ現実にいんの？俺も直で見んの初めてですけど、邪魔な存在は土橋が殺して、それを第一秘書の池山がもみ消すってのがテンプレでした。だからって自分の子供まで。狂ってますよ、はっきり言って。自分にとって有益な存在かどうかでしか人間を見れないんです。家族だろうと関係ない。俺がゲーム依存症だって分かった瞬間、世間に存在隠して施設送りにしたんです。ご丁寧に名字まで変えさせてね。おい逃げるぞ今すぐ、あいつはマジでやべえって。おい勝手に動くな、次来たら絶対殺されるぞ。確かに相手が悪いわ、あなたたちも早く逃げた方がいい。指図するな。だって飯田君だって早くお医者さんに。俺は行かない。大地君はここで死ぬ気なの？そんな爆弾まで用意するなんて。復讐できんなら死んでもいいと思ってるよ。復讐？こんな人生には意味がねえし、あんなクソ野郎が大臣になるような世界には何の価値もないしな。死ぬとしても発注を覚えてからじゃダメですか？入ったばっかりなのにすぐに辞めたがる後輩によく言うんですよ。発注を任されるまでは頑張ろうって。その先に見える景色は全然違うからって。何？いや、あの本当に自分が発注したサンドイッチが綺麗になくなる快感、あれを味わわないで死ぬなんてもったいないと思うんですよ。それ説得してんの？満州券は満州券。満州券？万馬券の協定版だよ。取ったことあんのか？ねえよ。マジか。当たった瞬間のあの全身の血液が沸騰する感じ、あれを経験しないで死ぬなんてアホだぞ。ちなみに俺は初めて行った協定で満州券取ったんだ。忘れられねえなありゃ。あれ以来取ってねえけどな。嘘でしょ。何年間ですか？かれこれ20年だ。それでよく続けてるわね。いいんだよそれで。次に当たる日を楽しみにしてんだ。生きがいってやつよ。しょうもない生きがいだな。そう言うなら教えてやるから、やってみろ協定。私も背取りで利益が出た瞬間は鳥肌立ったな。旦那に頼らず自分でお金稼ぐの久しぶりで、妻とか母親とかじゃない自分に戻れた感じがして。ちなみに私の場合は前夜に酒の席でタバコ吸いすぎたせいで朝から気持ち悪いのに、布団の上でタバコに火をつける瞬間、あれ自分がダメすぎて死にたくなります。なんだよその話。一人だけ趣旨違ってんだよ。もういい。大地、ねえ、大地くん、あんたたちは好きにしろ。リーダー、逃げたきゃ逃げろ。お前ももう人質としての価値ないしな。嘘、大地くんも一緒に行こう。俺はいいからこいつ頼む。でも好きにさせてやるよ。行くぞみんな。はい、はい、道夫さん。彼はここで死ぬつもり。そんな人は置いていけない。俺たちが残ったって何もできねえ。そんな、行くぞ。お前も来い。川崎さん待ってよ。どうした？俺残ろうと思って。は？土橋のビジュアル見ました。あれ現実ってよりゲームの世界の住人って感じだったでしょ。ゾクゾクしてたんですよ。あいつら倒してって。お前殺されかけたんだぞ。それにこの状況思い出しません？俺がレジェンドと呼ばれるきっかけになった備中高松城の奇跡を。誰も知らないから。あのさ、これはゲームじゃねえんだよ。
現実なの。分かってます、これは現実。実の父親からこいついらないって言われたクソみたいな現実です。そんなクソみたいな現実でトップになろうとしてるこいつと、ゲームの世界でトップに君臨してる俺、どっちがすげえかはっきりさせたいんです。現実でも俺すげえって思わせたいんです。俺にも生きてる価値あるって思いたいんで。杉浦君、お前が残ったところで何の役にも立たないんだけど。考えましょう、あいつらの攻略法。は？俺の生きがいは攻略法を考えることなんで、考えている間脳汁がドッバドバ出てめっちゃくちゃ気持ちいいんですよ。目がやべえ。いいじゃない、杉浦君ならきっといい方法を考えてくれるはず。いい方法なんて逃げる以外ねえよ。まだ時間はあります。こっちに爆弾がある以上すぐには攻めてこれないはずだし。でも何何何何だよ、隠れろ。何あれ、ドローン。めちゃくちゃ攻めてきてんじゃねえかよ。遠隔で攻撃を仕掛けるつもりだ、近づくな。あ、来てる、降りてきてる。やばい、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 やばい。違うの、これコンタクト用の目薬、飯田君のために注文したサファイア会員特別便。本当にこんなところにまで。この状況で目薬って。いつもありがとう、飛べ。三ツ矢さん、これって何時間くらいで。ものにもよるけど2時間以内には。マジっすか。あ、降りてきたー。くしゃ、なるほどなるほど。いや結構多いな。よし、じゃあこっちはこれで。おい何してんだよ。あの時と一緒。いやだな、島からの脱出作戦を思いついた時と。おい、見えた、あいつらやっつけられるかも。作戦通り行けば 5% の確率で全員生き残れます。 5% 少ない。この状況考えたらいい方でしょう。俺行くのチームチャットでも情報集めたんですけど、近くの港に特殊部隊も100人近く集結してるらしいですし。100人？それも野村大臣の。はい、そういうこと平気でしますし、できる人です。おい、もう早く逃げるぞ。待って、杉浦君の作戦聞いてからでも。うまくいったところで 5% はきついって。はぁ、大穴にかけ続けていたくせに土壇場で安全な方にかけるわけ。そんなのギャンブル依存症失格よ。全然それでいいよ、命まではかけられねえ。他のみんなは。私は逃げたい。その二人は大丈夫です、作戦には必要ないんで。え、飯田さんもここにいた方が安全です。ハルクはいてもらった方がいいんじゃん。計算立たないんで一緒じゃない方が。それもそうね。ただトマシノさんは必要です、残ってもらえませんか。でも場合によっては死ぬ可能性も。そう、やめとけ。時給1050円、深夜は3割増してどう。やりましょう。バカかお前、こんな好条件なかなかないですよ。死ぬかもしれないんだぞ。僕が唯一認めてたバイトの先輩畑さんが言っていた名言を思い出しました。名言。時給のためなら死ねる。ろくでもねえよそいつ。もう知らねえ、行くぞ。はい、広沢さん、最後に一つだけ。この施設のメインコンピューターってどこに。職員ルームのパソコンからアクセスできる。そのパソコンお借りできませんか。どうして。中身次第では 5% か 10% に変わるかもしれない。これ、職員の ID、 これで大体の情報にはアクセスできるはず。ありがとうございます。じゃあこれ、タバコたっぷり入ってますから。ありがとう、皆さん気をつけて。二人も。あ、おい、行きましょう。よし、まず三ツ矢さんにはサファイア会員特別便でいくつか注文してもらいたいものがあります。ええ、ひとまずこれ。お安いご用だ。おい、ちょっと待て。トマシノさんは俺と一緒に来てください。ちょっと動作確認を。動作確認。まあやれば分かります。おい待てって。あ、大地君は見張りお願いします。敵が接近してきたら最大限近づけないように、できる限り時間を稼ぎたいです。勝手に仕切ってんじゃねえよ。え、頼んでねえだろ、残ってくれとも助けてくれとも。いや、でも大地君が一人で戦っても生き残れる可能性はゼロですから。勝手に決めんな。なんでお前の作戦に乗っかんなきゃいけねえんだよ。ただのゲーム依存だろ。ただのじゃない、レジェンドゲーム依存です。これは俺の戦いなんだよ。俺の手で、俺のやり方であの男をやる。邪魔すんな。邪魔するつもりは。力貸してもらいましょう。いいだ。
もう大ちゃんだけじゃ無理だって。だからってこんな奴らに頼れるわけねえだろ。助けてもらおう。少しでも生き残る可能性があるなら。そんなことするくらいなら俺一人で行く。一人で行ってもただ無駄死にするだけだよ。それでもいいよ。え？決めたんだよ、もう誰にも頼らないって。そうすりゃあんな思いしなくて済むって。俺はこの復讐のためだけに生きてきたんだよ。結果がどうなろうが全部俺が背負うつもりだ。ちょっとどこ行くの大ちゃん。ちょっと待ってよ大ちゃん。報告、島の西側に第4特殊部隊100名到着しました。ご苦労様です。はっ。食事は済ませましたか？いえ、まだですが。では食べていてください。少し待機にしましょう。はっ。もしかしたらですが出番がなくなるかもしれませんがね。かしこまりました。大臣、ネズミが引っかかりました。ネズミ？そう、エギの森からの脱走者です。どうも。一人だけですか？ごめんね、二人いたんだけど一人取り逃がしたよ。すぐ探してくるね。 あの私はですね、添え木の森でセラピーを受けてただけの無害の人間でして。あ、大臣ずっと不安です。あれ、中の状況を教えてもらえますか？はい、もう一度聞きます。中の状況を教えてもらえませんか？中には立てこもり犯が2人、荒木ってやつと飯田ってやつです。あ、飯田の方は重症で歩けない状態です。おお、いいですね。その他には依存症が4人、男が2人、女が2人です。新しい情報ですよ。生き残る可能性が出てきましたね。あとは？ あとは やっぱりこの奥は厳重なロックがかかってるな。パスワードが必要か。建物の周りをざっと見て回りましたけど、大地君の姿はなかったです。マジでどこ行ったんだよ。やっぱり野村大臣のところに。だとしたら無謀すぎます。道連れどころか捕まってどんな殺され方するか。ちょっと俺行ってきます。飯田君はダメ、安静に。でもこのままじゃリーダーが。飯田さん、教えてもらえませんか？どうして大地君が親父に復讐しようとしてるのか。作戦にも関わってくるんです。このまま勝手に行動されたらこっちまで危ない。リーダーは、いや、大ちゃんは兄貴を殺されたんです。厳密に言うと本当の兄貴じゃないんです。俺たち小さい頃から両親いなくて児童施設に入ってたんです。荒木、お前も当番だろ。カレー作り手伝え。働かねえやつには肉入れねえぞ。お前ベタだな。身寄りがないからって腐ってるやつ見てるとマジで腹立つんだよ。ベタすぎんだろって。知らねえよ、俺なんかほっといて。いって、何すんの。いって、おい、何すんの。いった、何すんだよ。この施設で俺に立てついたやつはみんなこうなる。お前今日から俺の奴隷、命令には全て従え。最初の命令、もっと楽しめ、お前の人生を。もう一つ、俺なんかって言葉二度と使うな。奴隷に拒否権はない。分かったか？
その時の大ちゃんは誰にでも壁を作ってすげえ浮いてて、でもその壁をぶち破ったのが涼さん、八重樫涼さんだったんです。涼ちゃんだよ。うるせえな、勉強中だぞ。明日クラスの女子たちにボウリング誘われてさ。いいじゃねえか。服とかちゃんとした方がいいかなと思って、うん、ね、どっちがいいと思う？お前が決めろ。涼ちゃん決めてよ、俺に拒否権はねえから。じゃあ今来てるそっち。オッケー、分かった。可愛い子とか来んのか？全然ブスブス。涼ちゃんの寝顔の方が可愛いよ。何と比べてんだよ。ねえ、何ポンド？あ？弾は何ポンドにしたらいい？それはお前の感覚次第だろ。いや、りょうちゃん決めてよ、俺に拒否権はねえから。じゃあ13ポンドぐらいにしとけ。前もそうだっただろ。あ、風は？風？風がファーって出てくるところあんじゃん。おう、あれは何秒やったらいいね？知らねえよ、それは手の乾き次第だから。決めてよ、もうりょうちゃん一緒に来て、全部決めてほしいよ。一人で行け。俺りょうちゃんいなかったら何にもできないんだよ。めちゃくちゃ依存してたんすね、その人に。それからりょうさんは地元で一番の大学行って、めちゃくちゃ勉強して民事党の職員になったんです。見ろ、いいだ。え？これ大臣の後ろに写ってんの、りょうちゃん。わ、ほんとだ、すげえ。りょうちゃん優秀だから大臣秘書に抜擢されたんだって。でも大ちゃんだってすげえじゃん。こないだ空手の大会で優勝して新聞載ってたし。あれとこれとは全然別、次元が違う。大臣の秘書になってからりょうさんから連絡はなくなりました。でもある時突然。りょうちゃん、なんで全然連絡くれないんだよ。ごめんな、いろいろバタバタしてて。次いつ帰ってくんの？悪い大地、しばらくは無理だ。え？人は何にだってなれるなんて間違いだったのかもしれない。は？何言ってんだよ。でもな、俺は俺の生き方を全うするつもりだ。どういう意味だよ、りょうちゃん。じゃあな、大地、楽しめ、お前の人生を。りょうちゃん、りょうちゃん、りょうちゃん。その一週間後、見たか、それ、りょうちゃん死んじゃったって。不正献金の指示を出してたのがりょうちゃんだったんだって。責任を取って自殺。全部間違ってるよ、りょうちゃんが悪いことするわけねえ。りょうちゃんが死ぬわけねえんだよ、バカだよ。もう会えないとか何考えてんだよ。俺どうしたらいいんだよ。りょうちゃんがいなかったら生きていけねえよ。それから大ちゃんはりょうさんの死の真相を調べ始めた。それでようやく分かったんだ。りょうさんは野村改正の不正献金を知って、それを世間に公表しようとしてた。でもそれが野村にバレて消された。全ての罪を着せられた。その日から大ちゃんは昔の大ちゃんに戻りました。また誰にも心を開かなくなったんです。大ちゃん、大ちゃん待ってよ。本当言っちゃうの？無理だよ、復讐だなんて。りょうちゃんがさ、東京行く前に言ってたんだ、人は何にだってなれるんだって。だから俺は相手がどんなに力を持ってたとしても、そいつをぶっ飛ばせる人間になる。じゃあな。じゃあ俺もなるよ、大ちゃんの頼れる片腕になる。もっと強くなるし、何でも言うこと聞くし、大ちゃんがピンチな時には絶対守ってみせる。
だから俺も連れてって。お前の面倒は見ない。足手まといになったらすぐ切り捨てる。それでもいい。あと慣れ慣れしく大ちゃんって呼ぶな。仲良しごっこじゃねえんだ。分かった。じゃあリーダー、復讐を渡す。チームのリーダー。そうしよう。勝手にしろ。もしもこのまま大ちゃんが死んだら俺のせいです。ずっと一緒にいるのに何の役にも立てなくて、亮さんの代わりにすらなれなくて。そんなことないから。杉浦君、苫篠君、作戦の準備はあと。大地君を探しに行こう。わかりました。いつになったら解放してくれるんですか。解放、中の情報を話したら逃がしてくれるって。そう思ってたんですけどね、川崎さん口軽いから。え、このまま生かしておいたら今日見たことをベラベラ喋るんじゃないかなと思いましてね。喋りません。今日のことは忘れます。お願いします。俺には大事なレースが待ってるんです。レース？そう、レース、レースです。レースか。じゃあ賭けをしましょう。我々が何分で立てこもり犯を制圧できるかどうか。見事的中したら殺さないであげますよ。池山は？ま、2時間もあれば。じゃあ私は1時間で。どうします？俺は。お邪魔します。話せ。見事だ。また別のネズミ。今度は自分から飛び込んできたよ。話せこら。攻めてくるなんて愚かだよ。切り札の爆弾も、回収済みね。ようやく会えましたね、荒木大地くん。いい顔してるな。八重樫くんの復讐に来たんですよね。気持ちはわかりますよ。確かに彼は優秀でした。ただちょっと空気が読めないところがありましてね。私が悪いことをしていると勘違いをして大真面目に説教をしてくるんですよ。罪を償ってやり直そうとか。ああ、金八みたいなテンションでね。あれは冷めましたね。それから肉体的にも精神的にも追い込んだんですけどね、全然言うことを聞いてくれないから殺しましたよ。偉そうに説教をしていた割には死ぬ間際の命乞いと言ったら醜かったな。そうだ、そこにいる彼がね、その時のモノマネが得意なんですよ。ほら、見せて差し上げたら。殺さないでください。殺さないでください。俺はこんなところで死ねないんです。俺はあいつらの希望にならないといけないんですって。普段はあんなに男気あふれてるのにすごいギャップでしょう。これがギャップ萌えってやつですかね。いや、逆だからギャップ萎えですかね。行儀が悪いですね。試してみましょう。彼も同じように泣き叫ぶかどうか。オッケー、やってみるね。あの時のように指折るね。やめろやめろやめろ。全然似てないですよ。もっと本気で行きましょう。何よ。何ですか今。すごくいい場面なんですけど。さっきの賭けの話なんですけど、俺1時間にします。もう遅いですよ。とっくに勝負はついています。勘違いしないでください。俺が賭けるのは1時間であんたらが負ける方だ。はい、大穴狙いで行きたいんですよ。このスマホ、おられたくなかったら大地君を解放しろ。は？お前マジか。お前らだってスマホ壊れた経験あるだろ。修理の予約もなかなか取れないし、手続きもそこそこ面倒だ。それが嫌だったら大地君を解放しろ。条件が釣り合ってませんね。早く返してください。来るな、まず液晶もあるぞ。
ほら嫌だろ、バッキバキの状態、ストレスたまるもんな。彼と同じ目に遭いたいんですか。大穴狙いってのはな、諦めた時点で負けなんだよ。今なら逃げろ。いいから早く追いなさい。はい。大丈夫だ、もう追ってきてね。なんで助けた。助けたつもりはねえよ。大穴狙いしかできねえだけだ。だからってさすがに情けなくなったんだよ。こんな状況でも俺にはレースしかねえのかって。え、ちょっとは誰かの役に立ちたくなってよ。誰か来る、かけろ。大地くん、大地くんいます。大地くん、大地くん、おい、こっちだ、こっち、こっち。大地くん、太っちゃった。川崎さん、なんでよ。いや、二人して野村大臣に捕まってよ。あ、けど、俺が助け出した。嘘でしょ。本当だよ。それより、あんたたちどうして。あなたをほっとけなくて。あ、いいだ。一人で何やってんだよ。ねえ、本当に死にに行ってどうすんだよ。うるせえな、俺の勝手だろ。もういい加減気づいてよ。俺には大ちゃんが必要なんだよ。大ちゃんがいなくなったら俺何にもなくなっちゃうんだよ。一人で死ぬのはやめてよ。大ちゃんが亮さんなしじゃ生きていけないみたいに、俺も大ちゃんなしじゃ生きていけないんだよ。ねえ、もういいよ。ほっといてくれよ、俺なんか。もう俺なんかって言うなよ。だから言っただろ、俺なんかって言葉二度と使うなって。亮ちゃん、なんでダメなんだよ。俺が悲しいの。え？俺なんかってさ、お前が否定されてる言葉だろ。お前を大切に思ってる人はお前が否定されると悲しいんだよ。俺のこと大切に思ってくれる人なんて亮ちゃんしかいねえけどな。バーカ、すぐに会えるよ。俺よりもお前を大切に思ってくれて、お前も大切にしたいって思える人間にさ。いいだ、もう大ちゃんでいいわ。リーダーじゃなくていい。あの皆さん、俺まだ生きたいんです、こいつと一緒に。だから助けてください。え、俺とこいつのことを助けてください。生き延びる方法を教えてください。お願いします。大地くん、俺からお願いします。言われなくてもそのつもりだから。もう準備できてますし、あと大地くんにもやってもらうことあるからね。ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。で、俺は何をすればいい。川崎さんは大丈夫っす。いや、戻ってきたんだから俺も役に立ちてって。だから大丈夫っす、俺もそこそこ戦えるし。大丈夫っす。
準備はできましたか？ええ、いつでもいいよ。1時間です。1時間で皆殺しにしましょう。特殊部隊にも攻撃命令を出しますか？結構です。え、あの2人は直接私の手でやらないと気が済みませんね。でも大臣の目に何かあったら。心配いらない。大臣はお前なんかより強い。嘘でしょ。さあ狩りを始めましょう。ここって警備室です。モニターで全部屋が見られるんで、ここから作戦の指揮を取ります。あの杉浦君、ごめん。何がですか？俺施設内のことあいつらに全部話しちゃったんだ。ええ、それも作戦通りです。え、だから川崎さんが出ていくって言った時も止めなかったんです。こっちの状況をペラペラ喋ってもらった方があっちも油断するかなって。お前そこまで。ただ川崎さんが戻ってきたのは予想外でしょ。ちょっと見直しました。お見てください、正面のモニター。え、3人で来ましたよ。完全にこっちを舐めてますね。はあ、大臣自らお出ましか。聞こえますか皆さん、全員配置についてください。分かった。戦闘開始です。ホテルホテル、姉さん事件です。愛されるよりも愛したい。マジでキャーエッチ。脱衣所に入るときはノックしろって学校で習わなかった？忘れてた。これこそ最前線に回復部隊を展開する奇策、ノームの陣。回復部隊？ええ、この施設における回復部隊といえば癒し系女子ミレイさんしかいません。あいつ癒し系か？つうかあんな危険な連中のとこ行かせて大丈夫なのか？どうします？始末したい。お嬢さんに何はないが、ここで死んでもらいます。何なのあんたたち、もしかして池袋スネーク連合の鬼塚兄弟？誰ねそれ。リーダーのスネークに伝えて、あんたの女に戻るつもりはないってバン。さっきから何言ってんのかな。ここはあなたの出番よ、リキア。はい。姫を守るのが王子の仕事でしょ。何を言ってるんですか彼らは。私スネークも言わない。さっき私のお風呂上がり覗いたバチュ。それはあなたが勝手に。完全にミレイのペースだな。しかも相手の繊維を削いで時間を稼ぐこともできる。もう結構です。あなた方は他の人たちを探してきてください。はい。分かったよ。意外と不器用なんだね。素直に言ってよ、二人きりになりたかったんだろ。違います。いい流れです。え、ミレイさんを投入したことによって敵が分断されました。分断された敵は格好撃破が基本。でもあいつは一人一人めちゃくちゃ強いんじゃ。ええ、だからそれぞれに相性の悪い相手をぶつければいい。何の音で。いらっしゃいませあんたが私の相手か。ハピネスマート南船橋店へようこそ。暗殺者ドバスバーサス富樫の。やった、700円儲かっちゃった。他の連中はどうした？あなたの相手は私塾女に興味はないんだがね。第一秘書池山バーサス三つよ。ちなみに戦いは施設の外でも展開されています。外って？方向奥、隊長的中です。どこだ？三時の方向からゆっくりと接近中。敵の数は？それが一人です。は？武器も持たずたった一人でやってきます。タバコよこせ。特殊部隊100名バーサス広沢ハルク。どうしてハルクが？さっき渡したタバコ細かく穴を開けておいたんです。え、吸っても煙が入ってこないようにね。
特殊部隊が待機する船着き場あたりでアルクが発動する計算で。マジか。さあ、そして本日のメインイベントです。着替えないから借りたよ。タン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 、ひななにタン。どうだ。あー、今エッチな目で見てたでしょ、このドスケベ細めクソジジイ。お待たせ大地。ミレイさん、今は危ないからあっち行っててもらえる。ありよ。そちらから来てくれるとはありがたいですね。やっと二人っきりになれたな。そうだね、この日が来るのをずっと待ってた。いやマジでマジで、今はね。キスしよう。しない。抱いて。抱かない。命乞いするなら今のうちだよ。冗談はやめてください。ただの大臣だと思ったら大間違いですよ。望むところだよ。厚生労働大臣野村 VS 荒木大地。他の戦いは皆さんに任せて、俺は友城さんに集中します。どういうこと。来ないならこっちから行くよ。トマシロさん、お菓子コーナーに移動。オッケー。午後一の品出し行こうか。了解。上がり子、上がり子、ひろかりんちゃん、干し梅、干し梅、かぶり焼け。トイレは、トイレは、あったです。なんだよこれ。トマシロさんの体に染み付いたバイトの動きを応用したコンビニ拳法。コンビニ拳法、はい、なかなかいい動きね。どこの流派。はい、はい、はい、ハッピネスマート南船橋店。聞いたことないね。あなたのその動きは。ローソンですか。何言ってるかわからないね。次こっちから行くよ。ドリンクコーナーに移動。オッケー。ファンタ、ファンタ、炭酸水、カテキン緑茶、牛乳、豆乳、トマトジュース。レジお願いします。はーい。公共料金、公共料金。こちらお客様控えめ。調子に乗るな。めちゃくちゃ聞いてねえか。コンビニの動きはめちゃくちゃ早いですけど、中身はただのフリーターなんで。どうすんだよ。大丈夫、見ててください。これでとどめねえ。お客さん、いらっしゃって。柄のコンビニ拳法奥義百裂肉まん。あったた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 たまたのご来店をお待ちしています。ウィナー強っ。拳と拳の戦いはあまり好まなくてね。杉浦君から聞いてます。 FBI にもいた経験があって銃の扱いには長けてるって。なので私からも。さっきネットで買ったんです。本物か。試してみましょうね、こういうのは。待て待てって。そりゃあそうでしょうね。死ぬ前に言うことはありますか。これ見てください。ペットボトルに装着するだけで中の水分がすぐに水蒸気に変わるんです。覚えておきますよ。では待ってください、あと2つほどあります。時間を稼いでるわけじゃないですよね。このマスクなんですけど、普通のマスクより。時間切れだ。あとね、え、これボーダーエプロン、川崎さんに改良してもらったんです。なんだと。どこに需要あるんだよとか思ってるでしょう。こういうニッチな商品こそ。ふざけやがって。ここならどうだ、もう防弾効果はないぞ。茶番は終わりだ。そうね、もう十分時間稼いだし。何が。ほら、あくびも増えてる。そろそろお眠の時間でしょう。お前まさか。そう、睡眠薬入りの加湿器。マスクがないとそんな風に。最後に一つだけ、睡眠薬はフリマアプリでは取り扱えないから気をつけましょう。いい夢見てね。おやすみなさい。ウィナー、フリマアプリディペンデント。
三代さんも勝った。防弾エプロンも役に立ちましたね。さすが元職人。いや、こんなうまくいくとは。最初のバズーカで、あ、こいつバカだなって思わせるのがポイントです。こっちもなんとかしないと。さっきから何やってんの。あとちょっとなんだけどな。うわっ、大地君やべえぞ。今援護します。手は出さなくていい。ここは俺にやらせてくれ。夜の効果は一味違いますからね。この島の周りを100人の特殊部隊が取り囲みました。あなた方が逃げられる隙間はない。小村大臣、さすが高野、行動が早いですね。特殊部隊はたった一人の男によって全滅です。はい、大臣、タバコをお持ちではありませんか。タバコ、100人の特殊部隊が全滅だと。残ったのはあんた一人だよ。あれからちょうど1時間、ギャンブルは俺の勝ちのようだな。さあ大臣さん、負けを認めたらどうですか。はあ、ああ、心地いい。ここまで追い込まれることがなかなかないんでね、力を惜しまずに使えるよ。何言ってんだよ。大臣のポジションってな、ストレスがたまるんだよ。出現したらすぐ叩かれて、しかもその叩いてくる連中は自分よりも劣った人間なんだよ。もうセーブはしねえぞ。全てを解放しよう。あれ、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 あれ
もしくは戦闘員ぞ。いや、こんなもんただの病気だろ。うわ、全然足りませんね。おい、強くなってねえか。大丈夫、まだあいつが。タバコ歩き気歩きが止まった。指一本で力任せに来る人間が一番やりやすいんですよ。キラキラ、歩きが負けた。戸柱さん、お菓子コーナーに移動。オッケー。のど飴、のど飴からのぶっちょぶっちょ。全然足りませんね。トマシロ君、どうすんだよこれ。こんなに強いなんて予想外です。川崎さん、時間稼いで、え、1分でも1秒でもお願いします。クソ開け、お開け。時間稼ぎなんてどうやって。次はあなたですか。ちょっと女の子ほっといて何やってるのだ。ミレイちゃん、今は出てきちゃダメ。ハル君、どうしたハル君。邪魔です、消えてください。あなたハルクに何したの。ハルクはこんな見た目だけど心の優しいモンスターなの。許さない。あなたの茶番に付き合ってる暇はありません。ねえ、やめましょう。おいおい、女に手を挙げるバカがどこにいる。川崎さん、川崎さん、ミレー、悪い。お前に時間稼ぎを任せようとした俺を許してくれ。ジジイのくせにカッコつけんな。ジジイのくせに若者だよ。ジジイのくせに私のハート盗んでいくなよ。ミレー、初めて俺にときめいてくれたな。知ってた？ドラマのヒロインは最終回で本当の愛に気づくものなの。嬉しいけど勝手に最終回にすんじゃねえ。ボーダーコルセット、二人して邪魔ですね。消えてください。やめましょう。やめてくれ。やめてくれ。そこまでだよクソ親父。川崎さん、時間稼ぎご苦労様。ようやく見つけた。何を。そいつにとっちゃ息子の命より大切な不正献金のデータをね。あんたがこんな辺鄙な島に更生施設を作らせた理由は、依存症の人たちを隔離するってことと、もう一つ、人目のつかないところにデータを隠しておくためだったんだろう。貴様、動くな。こいつを全世界に飛ばされたくなければな。そいつをどうするか大地君に任せる。いいのか。俺は今ダメなんだよ。余計なもん見ちゃったから。余計なものって。この証拠データを開く時のパスワード2000521。2000年5月21日は俺の誕生日。そいつが俺の父親になった日。言っとくけど、感傷的になってるわけじゃないんだ。そもそも偶然この番号だったのかもしんないし、間違いなくそいつがクソ野郎だってのは分かってんだけど、俺誕生日とかダメなんだよ。山ほど誕生日プレゼント買ってきてくれたこととか、すげえ父親の顔したそいつが出てきちゃってさ。ただ俺のこととか気にしなくていいから、大地君の好きなようにしちゃって。分かった。人思いに殺してください。
もう生きていても意味がない。一つ質問させて。あんたは総理大臣になるために生きてきたの？そうだ。一番近くにいる家族を切り捨てて、尊敬してついてきてくれる優秀な秘書を殺して、そこまでして手にしたいものだったの？それを手にしたとき、一緒に喜んでくれる人はいるの？俺もあんたのこと全然言えないんだ。復讐することだけしか考えてなかった。殺された本人が望んだわけでもないのに、そのためなら死んでもいいと思ってた。でもこの人たち見てたら、更生しなきゃいけないのはむしろ俺らの方なんじゃないかって。この人たちって基本超ヤバいんだけど、依存してるものの話してるときはすげえ目が輝いてて、ほんと楽しそうでさ、何かにハマって突き詰めたり、誰かを好きになったり、誰かに頼ったり、そういうのが生きがいになるんなら依存も悪くないかもって思った。人って結局一人じゃ生きられないみたいだから。まあ大臣クラスに偉そうに言うことじゃないね。ただこれだけは伝えておく。もっと楽しめよ、お前の人生を。データだけはちゃんと公表しといて。それは亮ちゃんがやろうとしてたことだから。分かった。ミッションコンプリート、完全勝利。速報です。野村改正厚生労働大臣が不正献金の疑いで先ほど逮捕されました。違法な献金が行われた帳簿データがマスコミ各社に送られたことがきっかけとなりました。野村大臣は、全て私の指示によるものですと容疑を全面的に認めており、過去に八重樫秘書の指示とされていた不正献金についても罪を認めています。大臣は調べに対し、ディペンデントを舐めていた、私はディペンデントに負けたのですと答えているということです。
しい人